ピンキーだよ。はい、エビワン、アミヒナ。来ました、トイストーリー。いやほほほ、もうね、もうワクワクが止まんないよ。そしてミスヒナ、予想見事に当たったじゃない。やったー、トイストーリーの曲もいいよね。こんな曲みたいですよ、ツイッターにね、さっきアップされてましたけれども、結構原曲のイメージ大切にしてるよね。かわいいお部屋だね。子供部屋かな。ブロックがこう倒れていくところとかね、見ていても楽しいよね。このライド面白い。ラパルフェみたい。ラパルフェ、あー、あのウッディのモノマネさん。いや、あの人絶対いい人だよね。で、目が怖いんですけど。急に 3D のライドになったよね。なんかこの目のパチクリ感強烈だよね。でもスコア高いよね。1000超えてるよ。ライドたくさん出るから楽しみだよ。このハムなんかいい味出してるよね。ところでミスヒナはどのライドが好き？バズライトイヤーかな。ちょっと綺麗なホラー。綺麗なホラー、それ褒めてるの？もうなんていうの、この告知見た時、台頭の力の入り具合がね、もうわかるわかる。星音がほらライフ系じゃない。あ、わかったわかった、ピンキースコアアップでしょ。そうそう、最終的にはオールスコアアップ系だけでね、プレイするとまあ最強だから、この星5、4、そして星2のこのハムちゃん、これをね、マックス、ハム、このハムちゃん、星2ちゃんでも星6が今マックスかな、6まで成長させれば、もう高得点が取れますからね。そしてもう一つ、ピンキー実はね、注目なトイストーリーのイベントよりも楽しみなのがこれなんですよ。何これ、SYMC? クリエイティブディレクターを務める石田氏からの発表だとね、スマートフォンで音を鳴らすときに遅延が発生してしまう問題をクリアにしてくれる機能らしいんですよね。どういうこと？システムを活用すれば、ユーザーのゲームプレイ快適度がまるでね、こうピアノを奏でているように大幅に向上するんだってよ。ピアノを弾いているような気持ちになれるの？それすごいね。でしょ？音のズレがなくなるんだからね。でもさ、ちょっとピンキー思うんだけど、この半年間その 0. 何秒かのズレに合わせてね、ちょっと早くタップしてたのよ。で、それに体がもう慣れちゃってるから、逆にね、これタップのタイミング、これから正確に合わせていかなくちゃいけないじゃない。これ結構シビアな問題なんじゃないかな。大丈夫だよ。あ、子供は慣れるの早いからね。昭和生まれのピンキー少し不安です。そして今日もう一つ大事なお知らせがあります。ピンプルピンキー、初めてお友達募集しますと言いますのもね、明日7月からフレンド機能に挨拶が追加されるんだって。で、この挨拶を押すと、なんとね、こうフレンドポイントマックスで、なんかね、プレゼントがもらえるんですって。だからね、この機会に皆さんたくさんフレンド作るといいんじゃないかな。このドラルドのスタンプいいよね。いいね、これね。おそらくこれからもフレンドとのイベントが増えてくると思うんですけど、今後ね、こうなんかフレンドにプレゼントを送ったりとか、あとお手伝い機能が追加された際にはね、ピンキー必ず皆さんにお届けしますからね。ひなも、うん、ミスひなはこれからもきちんとピンキーの監視下でプレイしてね。フレンドにご迷惑かけることないように。わかってるよ。ということで、これからピンプルピンキーのプレイヤーコードをお伝えいたします。3464499997です。一緒にピンキーやミスひなとプレイしたい、もしくはただフレンドポイントが欲しい、もうね、理由なんでもいいです。よかったら申請してみてくださいね。ちなみにね、フレンド登録数は現在100人までとなってるんですよね。で、すでにもう何人かフレンド申請が来てるので、もしね、フレンド登録できなかった場合、ご了承くださいませ。ハンドルネームは星マーク、英語でピンキー、星マークだよ。待ってるよ。明日午前1時からのメンテナンスが無事時間通り終わりますように、太藤さん願ってますよ。そしてね、こちらのピンプルピンキーも明日からどんどんニューパレ情報ア
アップしていきますからね。お楽しみに。ではご一緒にまた遊ぼうねー。